ちっこの赤レンガ倉庫にクラシックカーを展示する G ライオンミュージアムというところにやってきました。それでは今から早速ですね、中にどんなクラシックカーが展示されているのか見ていきたいと思います。行ってきまーす。この辺りにもたくさん車が並んでいます。こちらに築港の歴史が書かれています。1923年、ここですね、この年に建てられた大阪築港赤レンガ倉庫で、当時の雰囲気を極力残した建物の中に往年のクラシックカーの名車約40台を展示されています。展示スペースは2179平方メートルで4部屋に分かれています。それでは今から早速一つ目のミュージアムを散策に行っていきたいと思います。一つ目の部屋は一番古いクラシックカーが展示されています。クラシックカーはどれも全部動く状態のものが展示されています。そしてこのタッチパネルのね、日本語のムービーっていうところを押してもらうと、どういう感じで動いているか実際の走っているところを見ることができます。車も実際に走るんですね。押してみます。2つ目の部屋はアメリカのクラシックカーです。ミュージアムに展示されているのは40台なんですけども、この敷地内の車すべてを合わせると100台以上の車が展示されているようです。赤レンガの雰囲気とクラシックカーの雰囲気がすごくぴったりです。外はこんな感じです。3つ目の部屋にはたくさんのヨーロッパの車が並んでおります。こちらから順にベンツ、ポルシェ、フェラーリなどが並んであります。こんなスペースもありました。ロールスロイスの車もありました。このミュージアムはオーナーさんがコレクションで集めていたものと、このミュージアムをオープンするにあたって新たに集めたものが並べられています。4つ目のスペースは国産車です。私も見たことある車がたくさん並んでいます。スバル360も止まってます。昔の人はご存知の懐かしい三輪車もありました。これだけ乗ってもいいということなので乗ってみたいと思います。普通の車とね、違うところが
バイクみたいに、よいしょ、またかるの。ハンドルも丸じゃなくて単車と同じようなこんなハンドルです。こちらは人気があるらしいトヨタ 2000GT です。マツダのコスモです。こちらも人気があったそうです。スカジーでおなじみのスカイライン GT ももちろんありました。外にもたくさん車が並んでおります。今から T3R のシミュレーターに乗ってみたいと思います。値段が1500円だったんですけど、このチケットの右側についている1つ500円割引のものを2つ使ったので500円で乗ることができました。この画面で車の種類を選ぶことができます。私が選んだのはこの車です。ランボルジーニです。で、自分の好きな色にも変えることができるので好きなカラーを選んでください。はい、次に、車を選んだらコースですね。コースもたくさん種類あるんですけど、私は運転があまり得意ではないので一番簡単なやつにしました。もっと難しいやつもあるそうです。で、場所も選べるんですよね。鈴鹿サーキットを選んだんですけど、他にも何箇所かあるので、また自分の好きなコースを選んでください。これどこ走ったらいいんやろ。左側。あ、私が運転してる。はい、下に赤い線とかあるじゃないですか。 あったあった。赤い線だとブレーキを、はい、あ、押せってことですか。私なんか変なとこ走ってる。緑だとアクセルですね、はい、で、あ、これ緑だ、緑やからアクセル、この線に沿っていくといいよ、はい、という感じですね。わかりました。これ映像はみんなに見られてるんですか。そうですよね。あ、そうかそうか。なんかどこからどこまでが VR の映像なんかが全然分からへんぐらい。うまいですね。あ、ほんまですか。やったやった。全然コースに外れてないです。事故りそう。でもめっちゃ安全運転する。そう。いや、なんか免許取って運転したらどんな感じなんかなっていう感覚で今走ってます。あー、外れた。いけてる。あれ、曲がるやつや。え、これほんまのさ、レースの人とかって危ない危ない。300キロとか出るんやね。そうですね。今体験してきました。私は鈴鹿サーキットでレースをしてきました。70から90キロやったら私は運転できると思います。で、これはね、本当はもっと運転がうまかったら100とか150とか200キロ出してもらってもいいようなレースなので、ぜひ皆さん体験してみてください。こちらのスペースはショールームになっているので実際に買うことができます。こちらもショールームになってます。こちらには G ラインステーキハウスがあります。そしてこの向かい側にはカフェ1923があります。
カフェ1923の中はこんな感じです。こちらのカフェ1923はすごくゆったりしていて落ち着く空間になっています。ソファーもすごいふわふわで気持ちいいです。カフェ1923には秋の大好きな赤ワインなどアルコールも少し置いております。席はだいたい60席ほどあるそうです。Gライオンミュージアム、本当に素敵なところで、車に興味がない人でも絶対楽しめるような場所になっております。ぜひ一度来てみてください。ここはね、時間がすごい遅い時間まで空いてて、朝の10時から夜10時まで空いています。で、一応月曜日が定休日になっております。夕方過ぎてから、夜にかけてですね、夜景とかも綺麗になると思うので、そこを狙って来てみてもいいと思います。大人、入場料が1500円、子供さんは500円になっております。で、無料の駐車場も30台と結構、広く今日も空いてたので車で来てもいいかと思います。アクセスは車の場合は阪神高速湾岸線の大阪港天保山のところより5分になっております。電車でもね、すごい近いんです。大阪市営地下鉄の中央線の大阪港から降りて5分のところにあるので、海遊館に行った後にここに寄ってみてもすごいいいと思います。おすすめコースです。ぜひ本当に一度来てみてください。ありがとうございます。